調子は。どないしたんや、ぼーっとして。まだ眠いんか。どないしたんや、こっち向いてみ。ママ。そうや、うちやん、ママやろ。違う、ママは遠くに行っちゃった。そないなことを思い出さんでええんや。うちが代わりのお母さんやで。違う、ママいない。ほな、おばさんやな。おばさん。せや、お母さんやない、おばさんや。みすず、こんなもん借りてきたで。車椅子や。これで外行けるで。歩けない。大丈夫や、おばさんが押したるから。おばさん。おばさんと一緒は嫌か。一人で行く、この子もいるし。ええや、一緒に行かせてや。二人の方が楽しいで、話もできるし。風吹いてる。吹いてるな。日差しじりじり言ってる。せやな、じりじり言うてるな。セミ、ミミ鳴いてる。この暑さや、あんまりうろつかれへんけど、どこ行こう。ジュース。それは最後や。その前にいろんなところ行こう。みすずちゃん、犬さんが寄ってきたで。犬。ほら、手伸ばし。かわいい。よしよし。よしよし。うちのやっとったことなんて家族ごっこやったんや。うちのうぬぼれやったんやな。春子、春子か。どういうことだい、これは。足が動かん。記憶もなくしてしもたみたいや。それで、あなたはここで何をしてるんだ。散歩や。一体何があったんだ。みすず、お父さんだよ。知らない人。みすずを誰がこんなにさせたんだ。うちやユンカイな。あなたにみすずを預けていた理由を覚えてるか。この子は大勢の人の中にいることができない。僕の住む町は人が多すぎてこの子には合わなかった。この静かな田舎町なら友達もたくさんできて健やかに育ってくれると思っていたんだ。だからあなたに預けた。その結果がこれか。美鈴は連れて帰る。いい病院も知っている。今ならきっとまだ間に合う。きっとまた良くなる。みすずが長いこと世話になった。みすずも礼を言うんだよ。春子さんに長い間ありがとうございましたって。どうした。ありがとうは。ありがとう。よし、言えたな。いやいや、あなたの気持ちもわかる。これだけ長い間一緒にいれば情も移る。だがこれで二度と会えなくなるというわけじゃない。みすず、とっていかんといてや。やっと二人だけの時間を過ごせるようになったんや。みすずはずっと一人やったんや。誰のせいや。うちらのせいやないか。この子一人にし続けたん、うちらのせいやないか。こんな状態になってやっと一人やなくなったのに、それでもあんた
うちらの揉め事でこの子振り回すんか。ただ病んで行くのを放っておくわけにはいかない。うちが悪いんか。おばさん怖い。みすず、どなったりして堪忍や。おばさんか。違うね、ずっとお母さんって呼んでくれてたんやね。ほんまや、うちこの子のお母さんやね。聞いてみるか、この子に。あなたのそばにいたいか。ね、みすず、まだ春子おばさんと一緒にいたいか。おばさん。そう、おばさんとだ。ね、待ってや、3日待ってや。その時もう一回聞いて。その時この子がもううちとなんかいたないって、そういうんやったらええから。